ホリンチオカルト推し薬と反応した様々な濃度のチロシンの急行が660ナノメートルの波長で測定される。ホリンチオカルト推し薬、ホリンのフェノール推薬、またはホリンデニス推薬はリンモリブデン酸とリンタングステン酸の混合物でフェノール及びポリフェノール抗酸化物質のインビトル比色分析に用いられる。この分析法は 没色しょ相当療法とも呼ばれる。オット・フォリン、ビンティラチオカルト、ウィリー・デニスの名前にちなんで名付けられた。この主役はフェノールを測定するだけではなく、その他の還元物質とも反応する。そのため、この主役では、フェノール化合物だけを測定しているのではなく、合計の還元能を測っている。またこの物質は、ローリー法にも用いられており、 ヒドロキシルアミンやグアニジン等の窒素、含有化合物とも反応する。さらに、チオール、多くのビタミン、グアニン、グリセルアルデヒド、ジヒドロキシアセトン、またその他の無機イオンとも反応する。動作化により、フェノールのこの物質に対する反応性が上がる。この物質は、アミンやイオン岩有化合物を検出する、ホリムシ薬とは異なる。 プロテインメジャメントウィズザ・ホーリン・フェノール・リージェントと題した1951年の論文は、1945年から1988年に、かけてのサイエンス・サイテーション・インデックスで最も多く、引用された論文で、187,652回の引用があった。インビトロでの抗酸化能を測定できるため、この試薬は、食品やサプリメントの分析に用いられる。 食品、ジュース、食品添加物の抗酸化能の強さを測定する業界標準として酸素ラジカル吸収能が用いられる。しかし、アメリカ合衆国のオウム省は2012年にカレーのフリーラジカル原因説を支持するインビボでの生理学的証拠がないとして、これらの数値を撤回している。その結果、インビトロでの実験のみに基づく酸素ラジカル吸収能法は、 もはや意味があるものとは考えられなくなっている。トロロックス投量降参可能法がこれに変わり、インビトロでの抗酸可能測定法となっている。ありがとうございます。